日本語の、はい、日本語で日本語で司会に務めさせて。お越しくださった皆様ありがとうございます。日本語で司会を務めさせていただくのは実は初めてなのでちょっと緊張しているんですがよろしくお願いします。はい、今日は京都大学からわざわざというか本当に遠い中こちらまでいらしてくださった、岡田優太さん、まずは日本における配慮のパネルなんですが、翻訳への途上を日本における配慮がザイオンサイトの翻訳について1という題で発表していただきます。普段京都大学にいらっしゃる今修士1年生の非常に高級の学生さんとありがとうございます。よろしくお願いします。はい、早速ご紹介ありがとうございます。京都大学から来ました岡田と申します。テーマが先ほどご紹介いただいたようにザインツサイトのハイダーザインツサイトの、日本語訳の話ということでちょっと今回は日本語での発表とさせていただきます。ではちょっと時間かけられてるので早速始めさせていただきます。1、はじめに1927年にハイデガーのザインツサイトが刊行されて以来、現在の日本では刊行途中のものを含めて11種類の翻訳書がある。これは世界的に見ても稀有なことであり、ハイデガーの施策を翻訳という作業を通して受容することに苦心してきた結果であると言える。日本の哲学との関わりでハイデガーを考えるならば、今までの研究は当然のごとくその思想内容に主に焦点を当てて行われてきた。他方で西洋哲学の受容のプロセスにおいて翻訳という作業は避けては通れないものであり、ハイデガーにおいてもそれは例外ではないどころか、彼が用いる独特な用語の翻訳は現在に至るまでしばしば研究者を悩ませてきたのである。ハイデガーの主要概念に対する訳語というのは、日本の哲学とハイデガーの関係を考察する上で重要な観点となるはずである。よって本論考の目的は次の2つになる。1、ハイデガーの主要概念。本論考では特にダーザインとエグジステンツの訳語の選択という観点から、日本におけるハイデガー哲学の需要の流れを描き出し、現在の翻訳において特に久喜修造の訳語、久喜修造が多くの訳語を生み出したという点で翻訳の土台となっていることを明らかにする。 2. ハイデガー哲学の需要が始まった当時に行われた翻訳という営みに関する議論を通して、日本におけるハイデガーの訳語の議論が単なるハイデガー哲学の需要の過程なのではなく、訳語を自らの施策の展開のための語彙として獲得するという営みでもあったということを示す。議論は次の通りに進みます。まず次の説では、ザインツサイト刊行以前のハイデガー需要の状況を田辺はじめと三木清の論文をもとに、訳語の観点から整理し、ハイデガーの主要概念の訳語の土台がすでに準備されていたことを析出する。次に、第3節です。その次の節では、ザインツサイトの刊行後の1927年から、日本で最初の翻訳である寺島実人訳、存在と時間、刊行までの日本の哲学界におけるザインツサイトの訳語、特にダーザインとエグジステンツに関する議論を概観することで、久喜修造の訳語が現在使われている訳語の土台となっていることを解明する。その上で、久喜がダーザインとエグジステンツに当てた現存在、実存という訳語が存在と時間の読解からすれば適切な訳語であったということを示す。最後に第4節では、以上の議論の成果を踏まえた上で、久喜の哲学においてハイデガーの訳語は自らの施策を展開する際の語彙としての役割を担っているということを示唆する。2、ザインツサイト刊行以前の日本におけるハイデガー需要。日本におけるハイデガー需要は、田辺はじめの現象学における新しき天候、1924年を出発点とする。この論文で田辺は初めてハイデガーを日本に紹介した。田辺は1922年から24年までヨーロッパに滞在しており、この論文は帰国後に書かれたものである。田辺によれば、この論文で紹介されているハイデガー哲学の内容は、フライブルクでの1923年のオントロギーの講義に基づいている。本発表によって特に重要なことは、この論文において初めてハイデガーの概念に訳語が当てられたということであり、この訳語の中の一部はすでに現在の訳語としても採用されているということである。例えば、ウムゲーに当てられる交渉、ゾルギーに当てられる関心などである。なお、本論考において特に焦点としたい、ダーザイン及びエグジステンスに対しては、この時点では現実存在、ダーザインに現実存在、エグジステンスに存在という訳語が一応のところ当てられています。
次に言及すべき論文として三木清の解釈学的現象学の基礎概念、1927年1月なのでザインツサイトの刊行以前のものですが、三木は1922年から3年間ドイツに留学し、マールブルクでハイデガーに師事しています。この論文は三木が現地で受けたハイデガーの講義の内容をそのまま論文にしていると推測される、まあ言い方を悪くすればちょっとパクリみたいなところが、推測されるところで、私の調査では、まあ中のところに書いてあるように現象学的研究の入門の文章とだいぶかぶっているところがあるということが分かっているんですが、ハイデガーの主要概念の翻訳という観点からはそのような事情を除いても、重要な資料である。例えば関心という訳語は先の田辺の訳語と共通しており、田辺の論文には出てこなかった語であるが、ザインツサイトに出てくるアングストという語に対しても不安という現在でも、主に使われている訳語が当てられている、一方でダーザインとエグジステンスには、ミキは、訳語を与えずそのまま表記としている、このようにザインツサイト刊行以前はドイツに留学し現地でハイデガーの講義に参加した者からの紹介という形でハイデガーの哲学の授業が始まった。本論考の観点から見て重要なのは、この時期の論文においてすでに後のザインツサイトの翻訳に受け継がれるような訳語というのがすでにここで見出されているということである。3. ザインツサイトにおける主要概念の翻訳。前節ではザインツサイト刊行以前におけるハイデガー哲学の重要の状況を訳語に注目して整理した。本節ではザインツサイトにおける主要概念の訳語、特にダーザインとエグジステンツの訳語に注目しながら、ザインツサイトの訳語の議論自体が日本におけるハイデガー哲学の議論によって重要であったことを示す。またその際に奇襲像の訳語が大きな土台となっていることが明らかです。以下の議論ではハイデッカーの哲学を奇襲像の訳語の完成形とみなし、その論文に至る前の訳語及びそれに伴う議論を追跡し、これが 3.1、寺島実人訳に始まるザインツサイトの翻訳の題を露呈させるのが 3.2 となります。 3.1、奇襲像の訳語の完成まで。ザインツサイトの翻訳の議論に関して関係ながら重要に思われるのはザイン、ダーザイン、エグジステンツの3つである。現在の標準的な訳語としてはそれぞれ存在、現存在、実存が当てられている。ザインに関しては辻村光一がザインツサイトをウトトキと翻訳したように訳語の観点からしばしば議論の的となってきた。この点については、後半の大林氏の発表で扱われると思います、はい、本論考ではそれに比べて現在では関心が寄せられることが少ないように思われるダーザインとエグジステンツの訳語を軸にザインツサイトの訳語の議論を概観していく。ダーザインとエグジステンツに注目するゆえんは本説の議論が明らかにするように、ザインツサイト刊行直後の時期において、これら2つの用語が実のところ、クキの訳語の議論の中心にあったと言えるからである。その議論で、次のような対立があったことを本説及び 3.2 であらわにする。すなわち、ダーザインに対しての生存という訳語か、あるいは現存在という訳語か、エグジステンスに対しての自覚存在という訳語か、実存という訳語かの対立である。3.1 の1。訳語の議論の出発点。ザインツサイト刊行以後のハイデガーに関する論文として1929年に哲学雑誌に掲載された2つの論文、3月号に掲載された児玉達道の、ハイデッカーにおける二家の存在の問題の関係についてと、久喜修造の時間の問題、ベルクソンとハイデガー、こちらが5月号に、書集のものを取り上げるべきである。これら2つの論文はザインツサイトの使用概念がどのように翻訳されたのかを見る出発点となる。まず児玉の論文はそのタイトルが示す通り、ハイデガーの言う存在の問いの仕上げにおける二重の課題に関する考察である。本論考において差し当たり注目するのはその内容ではなく、以下のダーザインの訳語に関する記述である。引用。ダーザインの訳語としては、これを語源の上より考えるか、あるいは意味の上より考えるか、あるいはまた歴史的訳語に従うかによって種々の言葉が選択されるであろう。もし意味の上よりもすれば生存、人生、有情などが考えられ、またもし語義の上よりもすれば、非罪、比喩、訳例によれば定罪、定喩などの言葉がある。この論文において前節で扱った田辺や三木の論文には見られなかったハイデガーの用語に対する訳語の選択ということに関する議論がなされているということに注目すべきである。論者が確認した限りでは、この論文が初めてハイデガーの用語に対する訳語というものについて言及したものである。
児玉自身はこの論文でダーザインに対する訳語を最終的には選択せず、一貫してダーザインとしているが、カタカナでダーザインとしているが、さまざまな訳語の可能性がこの論文において言及されている。その中には、後に日本で初めてザインサイトの本、日本の初めてのザインサイト翻訳である寺島実人訳の存在と時間において用いられる生存という訳語が見られる。また児玉がハイデガーの現象学的存在論の出発点をダーザイン、すなわち人生の解釈学と解釈していることから、この生存という現在では使われていない訳語というのはザインサイトに対する当時の解釈と密接につながっているということが推察できるのであるが、この点については口述 3.2 の方で詳しく扱いたいと思います。一方で、ほぼ同時期の久喜の論文ではどのような議論が行われているのか。この論文は、久喜がヨーロッパ滞在、1921年から28年のヨーロッパ滞在からの帰国後に関わったものであり、その、滞在中に出会ったベルクソンとハイデガーの哲学を時間の観点から比較するものである。久喜の論文は、児玉の論文と比較すると内容面でより広範囲にザインサイトの議論を扱っており、より豊富で精密な議論をしているというふうに、私の観点から、私はそういうふうな印象を受けます。本論考では、この論文の内容には深く立ち入ることはしませんが、その内容のみならず、久喜の訳語の選択という観点から見ても、この論文は後に行われる久喜のハイデガー講義、そして、本論考で久喜の訳語の完成形とみなしているハイデッカーの哲学の議論へとつながる出発点であり土台であるという点で重要である。この論文において、まず、本論考で注目しているダーゼン及びエグジステンスに対しては、久喜はこの論文ではそれぞれ現実存在、そしてエグジステンスには実存という訳語を当てています。ザインサイトの刊行以前において、田辺がダーザインを現実存在と訳していたことは前説で既に述べましたが、久喜が欧州からの帰国後の1929年に京都大学の教授になっているということから、この訳語は田辺から受け継いだという、そのような可能性も、一つの可能性として考えられると思います。また、エグジステンツに対して、ここで実存という訳語が初めて採用されていますが、このことに関しては、次の説で、久喜のハイデガー講義及びハイデガー哲学について述べる際にまとめて論じることにしたいと思います。他の訳語も現在の訳語とまだ異なっている部分は多々あるのですが、久喜もこの時点では試行錯誤の途中であるということが示唆されます。ハイデガーの訳語の翻訳は最初に述べたように現在まで研究者を悩ませてきたものであり、久喜もその例外ではなく、その苦労を、ハイデガーの哲学の論文の中で、述べています。本説の最初で述べた通り、久喜の訳語の完成はやはりハイデッカーの哲学まで待たなければなりません。 3.1-2、ハイデッカーの哲学へ。久喜の訳語の完成形として本論を拝みなすハイデッカーの哲学の土台として、1931年と1932年に行われた久喜のハイデガー講義、ハイデッカーの現象学的存在論が疑いようもなく重要である。久喜はこの講義の中でダーザインとエグジステンスの訳語についての議論を、次のように展開しています。引用。故にダーザインという名称も、またダーザインのあり方であるエグジステンツという名称も、ともに本質エッセンチアに対して存在エグジステンチアを強調するために特に選ばれた名称なり、そうしてハイデッカーがダーザインとかエグジステンツという名称を選んだのは純粋にオントロギシな構造を表すために選んだのである。中略。それに故に訳語として自覚的存在なおというのは不適切である。フィヒテやヘーゲルの哲学を思い出させる限り不適切なり、故に仮にダーザインを現存在、エグジステンツ実存在と訳す。エグジステンツを生存と訳している人もいるが、生存ではまた他の一方にあまり行き過ぎている。生物学的生理学的存在の観念を与えやすい。ハイデッカーのダーザインやエグジステンツは面子としての存在なり、我々の立場から見て現に存在し実に存在することである。この講義における訳語に関する、久喜の議論はやはりダーザインとエグジステンツに関する対するものである。同様の議論は、ハイデッカーの哲学においてもなされ、ダーザインに対する生存、エグジステンツに対する自覚存在、また格存という訳語への批判をしています。引用。同様にダーザインを生存と訳したり、エグジステンツを自覚存在または格存と訳すのも、ハイデッカー哲学の根本傾向に対する感覚において完全とは言えないと思う。ダーザインは存在現象的にはダーザインであるのだから、厳密にそこ存在などと言うべきであり、現存在と訳したのはすでに便宜性への許されるべき情報をしての上である。生存という意訳はこの事態を覆い隠してしまっている。エグジステンツもエッセンチアとエグジステンチアとの存在学的基礎論分説に
根ざしている限りにおいて生きている言葉であるから実存と訳すことによって現実的存在との存在現象的系譜が明示されていることが望ましい。ここで九鬼が批判している対象は誰なのか。まず九鬼が、最初の引用のハイデガー講義において指摘するエグジステンツの方に対する生存という訳語は、岡野隆二郎が存在論的領域としての超越についてにおいて用いた訳語である。岡野は京都帝国大学を卒業し関西圏で活躍した哲学者、関西大学ので教鞭を取られたそうなんですけども、あるなのかエグジステンツ以外の訳語は九鬼、まあ、京都にいた九鬼との訳語が共通したものは特に多いということが分かっています。またハイデッカーの哲学でも指摘されるようなダーザイン、こちらダーザインに対する生存という訳語、エグジステンツへの訳語、自覚存在あるいは核存という訳語は次節、3.2 の方で、議論する寺島実人訳及び彼が参考したという紀藤栄一が用いた訳語である。この点については 3.2 で議論することにします。先述したように九鬼の訳語の試行錯誤はハイデガー講義の中にももちろん見られるのですが、このハイデガー講義を通してハイデッカーの哲学における訳語、そして現在の在日サイトの訳語の多くが形成されたのである。さて九鬼は1933年のハイデッカーの哲学において最終的にダーザイに現存在、エグジステンツに実存という訳語を選択したのだが、その理由はハイデッカー講義及びハイデッカーの哲学の記述から明らかである。現存在という訳語は現実存在という訳語を経て生じてきた点、そして実存という訳語が現実的存在、これがすみません、エッセンチャーになってます、エグジステンチャーです。とのつながりを考慮して選択された点を考えるならば、この2つの訳語は現実的存在という英語の、共通して派生的したとも言える。このことから、これらの訳語は九鬼のハイデガー哲学理解及び哲学史的な、負担、負荷を考慮した上で選択されたものであるということが言えそうである。3.1-3、西谷啓司と和辻哲郎。実存という訳語に関して少し補足したいと思います。この実存という訳語は、時間の問題、ベルクソンとハイデガーから九鬼が、ハイデガーの哲学、ハイデガーのエグジステンツに対して使ってきたものであったが、先日の通り、九鬼は現実的存在を略して、実存としたのは明らかのように思われる。しかし、この実存という言葉を作ったのは、実は九鬼ではなく西谷啓司である。西谷は1927年にシェリングの人間的自由の本質を翻訳しており、その際にエグジステンツに対しては実存という訳語を当てている。なお、ダーザイに対しても現存在という訳語を当てていることも見受けられる。戦後に行われた座談会、実存と虚無と大敗において、西谷は、ザイン、ダーザイン、エグジステンツの訳し分け、これは、シェリングの方に、シェリングの人間的自由の本質においての、ザイン、ダーザイン、エグジステンツの訳し分けに苦労した結果、実存という訳語を自ら作ったということを証言している。さらに興味深いことには、西谷はこの座談会において、九鬼が実存という訳語を借用した可能性を示唆している。実際に九鬼周造は偶然性という問題関心からシェリングを評価しており、実際に九鬼自体も、シェリングから原始偶然ウワツーファルという、語を用いているということから、この可能性は大いに、あり得るというふうに考えることができると思います。さらに加えて言及すべき哲学者として和辻哲郎がいる。九鬼はハイデガー講義において、和辻の訳語に言及している。もっと言うと九鬼、自体は、訳語の対応表を和辻に対して作っています。で、九鬼自身は和辻の訳語に関する見解というのを具体的にはその講義の中で述べていませんが、その違いは明確である。和辻はザインをウと訳す代わりに訳す上にエグジステンツを存在と訳している。その理由は先の座談会において述べられている。和辻曰く、実存という訳語はエグジステンツという語が自体が持つ哲学史的な背景が見えなくなってしまうために存在と訳すべきであるという。これはエグジステンツが持つ哲学史的な負荷を考慮した上で新しい訳語を与えようとした九鬼とは対照的である。 3.2 翻訳の土台としての九鬼周造と寺島実人訳、存在と時間。在日サイトの訳語に関する議論を追跡することで、ハイデガーの主要概念の翻訳それ自体がハイデガー哲学授業において問題となってきたことが明らかとなった。また訳語の選択にハイデガーの哲学に対する理解が大きく影響し、特に九鬼がその主流を作ってきたと言えるだろう。また、九鬼の訳語の議論の背景には、最初にハイデガーを紹介した田辺はじめをはじめ、西谷啓司といった当時の哲学者たちの影響関係があったと言えることが言えると思います。こうしてできた九鬼の訳語の影響は、例えば辻丸浩一役のうととキの判例の記述からも明らかです。それだけではなく、実際に現在でもよく使われる訳語は、九鬼のハイデッカーの哲学のうちにその多くを見出すことができるのである。
しかし久喜自身はザインツァイトの翻訳を出すことはなかった。実際に日本で最新に出された翻訳は寺島実人訳存在と時間である。その訳語の多くは久喜の訳語を踏襲しているものと思われ、他の訳語も問題にするような相違はない。しかし大きな違いとしては、先述したようにダーザインを生存、エグジステンスを格存と訳す点である。そこで本説はこの2つの訳語の対立、しかも面白いことにこの対立は東京を拠点とする哲学者と京都を拠点とする哲学者の対立と少し重なるんですけども、それが存在と時間の解釈の違いから生まれることを明らかにする。その上で論者の見解として、生存、格存という訳語はシュールマンが指摘するザインツァイトの誤読の結果であるので、またあるいはそれを生じさせてしまうので、現存在、実存という久喜の訳語の方が適切であったということを示す。寺島訳者の序文において紀藤栄一の訳語を多数拝借していると述べており、解説書としても紀藤のハイデッカーの存在学を参照を支持していることから、この翻訳は紀藤のハイデガー研究から大きな影響を受けていると考えられる。実際に紀藤の解説書を参照すれば、ダーザインを生存と訳し、エグジステンツを自覚存在、縮めて格存と訳している。これらの訳語を久喜が批判してきたことはすでに述べたが、紀藤がこれらの訳語を積極的に選択した理由をこの解説書から伺い知ることはできない。しかし紀藤の哲学的関心の一つに死の問題があったことを鑑みるならば、この生存という訳語はハイデガーの死の議論を踏まえてのことであったのだろう。 3.1 で見たように、生存という訳語の提案は児玉の論文においてすでに見られたものであるので、特に驚くような訳語ではなかったはずである。ではなぜこれらの訳語、特に生存という訳語は不適切であると言われなければならないのか。それはこれらの訳語はザインツサイドの誤読から生じたものであり、またそれを生じさせる得るものであるからである。シュールマンはザインツサイドの戦艦期における2つの優勢な誤読を指摘する。つまり実存主義的誤読と人間学的誤読である。実存主義的誤読とは、第一次世界大戦後という時代背景の中で存在と時間を当時、覆っていた不条理の気分を表現したものとして読解することである。サルトルはこのような読解のもとに、ハイデガーの死の議論や不安というものを取り上げて人間的実存の存在論を展開したとシュールマンは指摘する。一方で人間学的誤読とは、フッサールがザインツァイトにこれは人間学ではないのかと書きつけたように、存在と時間を人間学として読解する誤読である。我々がザインツァイトを読解するときに何よりも重要なのは、ハイデガーは存在そのものに焦点を合わせているわけであって、決してダーザイン、ましてや人間の存在ではない。このことに注意するならば、生存および自覚存在といった訳語はシュールマンの指摘する誤読を誘発してしまうのではないのだろうか。そして紀藤自身が死という関心を持ってザインツァイトに取り組み、ハイデガーの哲学を実存哲学とのみ考えていることを考えみるならば、紀藤もまたシュールマンが指摘するような誤読に陥っているのではないかと考えることができる。そして寺島実人訳存在と時間もこの誤読の延長線上にある。だから生存、自覚存在といった訳語はザインツァイトにおける訳語として不適切なものであり、淘汰されて叱るべきものであったのである。一方で久喜はダーザインとエグジステンツが存在論的な構造を表す語であることに注意した上で、ザインツァイトにおけるハイデガーの目論見を少なくとも紀藤よりは正確に読み取っていた上で、これらの訳語を批判していたというふうに考えることができる。4、結語に変えて単なる訳語を超えて。以上、ザインツァイトの訳語という観点からハイデガーと日本の哲学との関係を見てきた。その中で明らかとなったのは、翻訳に苦労を要するハイデガーの用語に対する日本の哲学者たちの試行錯誤であり、ザインツサイトという書物をめぐる解釈がその訳語に反映されていることであった。とりわけハイデガーの用語を翻訳する上での久喜周造の貢献の大きさは看過できないものであり、現在までのザインツサイトの翻訳の土台として根付いているのであった。本説では最後に翻訳という営みをと試作の関係について簡単な考察を加え、訳語が単なる訳語としてではなく、試作の語彙としての役割を果たすということを示唆しよう。ザインツァイトの訳語が議論されていた当時、哲学の用語の翻訳についてどのような議論がなされていたのか。例えば佐藤信枝は哲学の用語についてという論文において、翻訳された哲学用語も結局は日本語を離れてしまったものであり、言語のコンテクストから離れることはできないということを指摘する。そうして訳語として書かれた言葉になった哲学用語は一人歩きを始めてしまう。我々の施策は何かの形を伴う。この形は風土や民族が反映される。我々の施策というのは、そういった風土や民族といった背景が
反映される。だから我々の施策は我々の言葉でなければならないというふうに佐藤は言う。そこで哲学用語を単なる訳語としてではなく生かさなければならないと佐藤は主張する。つまり哲学用語を外国語の訳語借り物の言葉としてではなく我々自身の施策を行うための言葉として活用されねばならないのである。九鬼は在日サイトの訳語をその訳語としての役割を超えて自らの施策の語彙として用いていた。例えば存在は哲学は存在一般の根源的得であると私は考えている。哲学とは存在の得であると九鬼は言い、かの有名な論考生きの構造においては意味体験としての生きの理解は具体的な事実的な特殊な存在得得でなければならないでなくてはならないと主張する。ここで九鬼はザインスフェアシテンドニスに対する存在得得という訳語を使っているんですが、この訳語は九鬼に特有なものなんであるが、彼はこの訳語を単にハイデガーの用語としてではなく、もはや自分彼独自の施策を表現する語彙として使っているのである。事実として九鬼が佐藤の論文を読んでいたかどうかは定かではないが、少なくとも九鬼の哲学の中ではハイデガーの用語が単なる訳語ではなく彼が自分の施策をするための語彙として活用していたということが言うことができると思います。このように九鬼においてハイデガーの訳語の議論は単なるハイデガー哲学の受容の過程にとどまるのではなく自らの施策を展開する語彙の獲得の可能でも過程でもあったのである。それは訳語が借り物の言葉というものを超えて自分の言葉になる過程でもあったのである。本論考では主眼を歴史的な議論に置いたので、このように獲得された語彙が実際にどのように九鬼の施策と関係するのかについては機会を改めて論じなければならないであろう。しかし本論考を通してザインツサイトの訳語をハイデガーと日本の哲学の関係を考察する一つの観点として提示できたことに差し当たり満足して本論考を締めくくることにしよう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。まずは質問から。はい、この、その3つの、ドイツ語の訳語というふうな感じでした中で、やっぱり、コミントなエクシステンスなんだなというふうに思うんですね。ハイデガーの訳語の翻訳っていうのだけだと、なんかやっぱりその別の実存主義みたいな流れがあって、はい、それの中でも、もしかしたら、訳語の議論とかってもしかしたらあるかというふうなことを考えたんですけど、なんかそういうものって調べる過程で、見つけたりしましたか。実存主義の例えば他のやつパーツとか、そういうもの、そうですね、の時点でもう実存っていう言葉ができてるんだったら、もしかしたらその後全部実存っていう形で訳したのかもしれないですけど、イグジステンスと実存という訳語に関しては、まずやっぱり今回発表したように、まずこの言葉を作ったのはほぼ多分西谷啓司間違いないと僕は思ってるんですけども、それそうですね、イグジステンスと実存と訳すことに関しては、確かにそのハイデガーの例えばこの紀藤栄一とかいろいろ見た中でも、結局は紀藤栄一も、最終的には、みんなが実存を使ってるかという理由でも実存に彼は変えちゃってるんですね。でも彼はやっぱり自覚存在がいいとは言ってるんですけども、それを結局、まあ、ヤスパースだったり、もちろんヤスパースももちろん実存っていうふうに全て訳語は、そうですね、そこから全部実存っていうふうに僕は見た限りではなってると思います。ただそうですね、イグジステンスの問題としては、やっぱりそれ自体が、このハイデガーが確かにイグジステンス使ってるんですけど、それの語自体が歴史的な負荷がだいぶある。なので、今回の発表でちょっと触れたのは、それに対して、そのエグジステンスが持つ歴史的な負荷に対して、和辻哲郎はそれを反映させた方がいい。もっと言うと、それの流れが見えるようにした方がいい。っていう風なアプローチの仕方と、九鬼みたいに、むしろそれだけの負荷があった上で、ハイデガーは違う使い方をしているから、違うものを使っていかなきゃいけない。
っていうので、ある意味その訳語っていう一つに対しても歴史的な俯瞰に対してどう向き合うかっていうのが多分一つの訳語の選択肢として議論の中心になるとなっているっていうのでお答えになりましたかね。もう一つは はい、このまとめ方がすごく分かりやすかったので、その転換期の記録の数字が増えるというか、人間が使っている数字を人間が使っているというので、これの投資的孤独というものに私は非常に賛成するんですけど、人間が的孤独ということに関して、なんだろう、フッサールがこれは人間が使っているのかっていうのが、僕はちょっとすごい分かるような。で、なんだろう、まあ、ある意味、現象学的に記述された人間 の説明なわけですね、存在の時間で、ここでその説明されているように、確かに、まあ、存在そのものにハイデガーを焦点を当てようとしているけれども、うん、まあ、存在と時間ですが、まあ、二巻の哲学であって、ダザリから最後の機械と言って、でそこから結局、テンポラリティブに潜んでたっていう、はい、そこまで要はそういう哲学なので、まあ、なんかこれをなんか人間学っていうふうに読むのも、まあ、なんか可能性ってあるんじゃないかなって、この説明だけだとシュルマンは他のこれに関してもう少し詳細な議論とかをしているのだったら、もし教えていただければと。僕の理解でいうと、やっぱり人間学的孤独って何が問題かというと、ハイデガーは人間学をやりたいわけじゃなくて、結局あれは彼が存在の問いっていうプログラムを遂行する上で人間学的な、方法として使ってるっていうのが大事で、結局この人間学的孤独っていうのはそっちの方法の方ばかりに焦点がいって、まあドレイファスみたいなだと思うんですけど、そういうのに焦点がいってて、結局ハイデガーの本当のプロジェクトっていうのをまあ見落としているハイデガーの存在の問い、その、まあ、論点がずれるというか、まあ、実存主義的孤独もそうですけど、どうもこのサイドの部分ばかりに注目を、死の議論ばかりに行ってしまうっていうのが、まあ、大きな問題点で、で少なくとも翻訳っていう観点から見ると、少なくとも、そういった孤独をなるべく招かない中立的な、まあ、もう翻訳の時点で少し、まあ、いろいろ入ってると思うんですけど、なるべく中立的な訳語を選ばなきゃいけないっていう点では、少なくともこのシュールマンが整理している2つの語読は避けられるような訳語をエグジステンツあるいはダーザインに当てなきゃいけないっていうのは、僕が個人的に考えていることです。なんか訳語の選択としては確かに、一種の、まあ、その何か木の伝統の中にいるからこそしっくりくるのかもしれないですけど、まあ、確かにその通りありがとうございます。どうもありがとうございます。なんていうか、訳語の問題というのは、これらの、まあ、空気とか、バズとか、向こうにはいるとこっちですけど、こちらに来た先輩たちがですね、いろいろ苦労した問題というのは、私もちょっと関心があって少し調べたことがあるんですけども、まあ、その話を進めて、ちょっとだけ気になるので、はい、こういうふうに言ってくれませんかという要望なんですけど、エクシステンツ。あ、エクシステンツ、はい。つまり、ドイツ語のあれは、エクです。グじゃなくて、はい、というちょっとそれ、あ、ごめんなさい。見に行ったら、それだけの話です。で、それですね、今のシューマンの、話がちょっと、実はなんですけども、文面が完全に理解できなくて、というのは、フサルは、これは人間学ではないのかというふうにその、書き込んだという話ですけども、フサルは1927年に存在と時間が出て、で彼が本気になって読んだのは1929年、はい、でそこに書き込みをいっぱいしてるわけですね。で、その書き込みしてるときに何にその問題を、最大の問題を見たかというと、現象学的還元という方法を、遂行するかしないかというところに自分との、決定的な作用を見た。で、それで現象的還元を遂行しないで、自然的態度でもって、物事を論じてしまったら、まあ、とりわけ人間に関することを論じてしまったら、それは
と思うのですが、ですが、あのチューマンの議論がどうなっているかという話です。つまり、この、プサルがその前の時間にいろいろ書き込みをやってるんですけど、それが、公になったと刊行されたのは、まあ、僕の記憶では1990何年かにあのプサルスタディーズというのにあの書き込みが全部あの紹介されたんですよ。ですから、我々は知ってるわけですけども当時の人は、そういう話を知ってたのかどうか。だから人間学的誤解というのは、それはそのこと自体はあのフサル以外の人が読んでもそういうふうに読む可能性は十分にあるという、はい、そういう話だったら分かるんですが、フサルがそのように言ったことに関わって人間学的誤解というふうに書いてありますよね。あ、ちょっとそれはもしかしたらミスリーディングの書き方だったのかもしれないですけど、つまりここで11ページで、はい、人間学的誤解の左側の上から考える人間学的誤解とは、ブサルが財務サイトにこれは人間学ではないのかと書きつけた、つまり、はい、書き込みをやった話ですね。しかし書き込みをやったのが大いに知られるようになったのは今言った経緯があって、はい、1990何年かなんですよ。どういう議論でそういうシューマンはそれを言ってるのかという そのことちょっと説明していただければ。あ、はい、すみません、あのフッサールの専門家からすみませんありがとうございます。あと、そうですね、ちょっとここの部分ちょっと書き方が雑だったというか、ちょっとミスリーディングな書き方だったのかもしれないんですけど、実際この部分は完全にシュールマンがそのまま言ってることで、ハイデガー、フサルがこういうふうに言ったようにとなってるんですけど、多分主眼としては先ほど説明したように、まあそれはフサルに限ることではなくて、ザインツァイトを読んだ時にその存在の問いって最初の特に序論部分でよく言われてることっていうのを、あまり、まあ、それこそ序論は難しいので、それから先のある意味道具分析とかあっちの方ばかりに主眼がいて、結局そういったところでしかハイデガーを読んでいないというか、そういったところが何となく主眼になっているような読み方っていうのは、多分、フッサール関係なく、当時の哲学者、まあ、ハイデガーの存在時間が刊行されてすぐの時でもうよく結構なされてた誤読だと、それこそ実存主義的誤読と同じくらいに。でシュールマンはおそらくこの特にこのハイデガーの存在の時間が出たってその時代背景において典型的なものとして、2つこの2つを挙げてて、その中でその説明の中でフッサールがたまたまこう書いたっていうふうに言ってるだけなので、ちょっとすみません、ここちょっとあまり余計なことがあまり、すみません、これを読んだのフッサールが、財務サイトにこれは人間学だと書いたと、はい、ということ、それがそのみんなによく知られるようになって、あ、そうですね、それは違います、はい、はい、はい、あ、ごめんなさい、それはちょっとそういうふうにそのシューマンを書いてるわけではないないです、はい、はい、あの存在の時間を読んだ時にそういう印象を受けやすいような書物だっていう、財務サイト自体がっていうところだと思います。はい、すいません、ありがとうございます。ちょっとあのもし間違ってたら困るのです、一応お願いします。システム、その何だろう、個人が多分去った場所そのもののことをエクシステンスっていうのか、それその理解で正しいですかって聞かれたんですけど、去った場所やらせて不思議やな、ね、Das war das Verständnis, was ich daraus ausschöpfen wollte. Ich wollte einfach wissen, ob ich das richtig verstanden habe, dass das in diesem Text also auch so dargestellt wird. So, mhm. Also hauptsächlich ging es eigentlich sehr viel um diese Übersetzungsprozesse, ja. Wer und in welchem Jahr und so. Also ja, von der Zeit, als das Buch quasi erschienen ist und genau seine Zeit in Japan angekommen ist, viele Philosophen aus Japan haben versucht, das ins Japanische zu übersetzen. Dann gab es ganz viele so
hin und her. Ja. Und genau diese Geschichte. Genau. Ja, also. Jedes Wort, jedes Übersetzungswort hat sehr viele Hintergründe und sehr viele verschiedene Konnotationen und was wir am besten und so weiter. Darum geht es. Ja. Dann das Problem eintritt, dass die Dinge fixiert werden, also zu sehr auseinandergepflückt und das Verständnis verloren geht. Meinen Sie das dadurch, dass das Wort übersetzt wird? Oder es ist dann so, dass es kein Zurück mehr kommt. Also wenn eine Übersetzung stattfindet, die rübergeschickt wird und sie wird dann seziert, dann gibt es kein Zurück. Was heißt das? An der Stelle. Wenn in der Übersetzung keine 1-zu-1-Übersetzung stattfindet, sondern eine Aufspaltung dessen, was übersetzt werden soll, dann kann es mit dem Zurück einfach zu Verständnis, der Urtext kann dann einfach völlig verändert sein. Dass, das hat sehr viel damit zu tun, mit dieser Vorlage. Aber es gibt niemals 1-zu-1 Übersetzung. Also das ist meine Meinung, das ist bestimmt nicht... Nein, so, nicht so wortwörtlich, also... Ja... Das ist ja doch richtig, also das heißt, wenn ein Text nach Japan rübergegeben wird, ja, und man sagt, okay, das gebe ich an die Japaner als Text, arbeitet damit. Ganz egal, was ihr damit macht, das ist für euch. Und ihr sozusagen aus dem, was ihr da bekommen habt, was habt, was ihr dann wiederum wieder zurücksendet und sagt, das ist unser Verständnis von dem, was du gegeben hast. Du hast uns das gegeben, glaube, und das haben wir verstanden. Und das ist das, was dann zurückgesendet wird. Ja, genau das Gleiche passiert auch von Japan aus nach Deutschland, finde ich. Und also man kann das niemals vermeiden, dass es immer Verschiebungen gibt und gleichzeitig kann man das auch als eine Art Kreativität verstehen. Und zum Beispiel so eine Konferenz wie heute, dieses Mal, ist ja so eine Art Annäherung von dazwischen, finde ich. Okay. Ist das gut? Oder ist das etwas noch antworten? Ein Teil des Textes rübergegeben und muss dann an der Stelle dann einfach auch loslassen. Und das, denke ich, ist dann der Zustand der Existenz. Ja, also zum Beispiel in diesem Vortrag geht es so hauptsächlich als Existenz und Dasein und die Wörter, die Konzepte. Ja, und also ich habe jetzt gezeigt, dass in der Geschichte der Diskussion gibt es zwei, also Reihe, also Dasein in Saison, das ist wie Leben oder ein bisschen Leben oder so. Und Dasein ist einfach das Dasein, ja, faktische Sein, so, ja. Und Existenz ist aus Jikaku-Sonzai, das ist Bewusstsein, so, Bewusstsein mit Bewusstsein. So. Und Jitsuzon, ja, das ist auch, kommt aus, also in diesem Vortrag habe ich gesagt, diese Jitsuzon kommt auch gleich, also Existenz, also faktisches Sein oder so. Und also diese Streit zwischen diese zwei Übersetzungen bezieht sich auf die oder Interpretation von Sein und Zeit. So. Ja. Oder neue Terminologien gemacht haben, quasi, als Übersetzungswörter. Sie sind eigentlich die Denker damals und wir können ja quasi da, also davon mehr Ahnung bekommen oder viele Hinweise bekommen von diesen, also der Denkweise oder der Denkweise von diesen Autoren auch mit. Verstehen Sie das? So, dass wir so eine Art Parallel finden können. Also dadurch, dass dieser zum Beispiel der dieses Wort so übersetzt hat, ah ja, weil er so und so und so wieder verständlich. Ja.
vielleicht das, das heißt, ist es wird eigentlich mit jedem Text, den man gibt, immer mehr an Text. Ja. Ja. Vielen Dank. ではないんですけど、はい、人間学的5、6、9点で、今アメリカのハイデガースカルショップにもやっぱりブレイファス州とかではプラグマティズムハイデガーがあってアンドロジカルとオンフィックのコンフィションにあるって言って指摘されたりするんですけれど、それはそれなりに、でもアメリカでハイデガーがこうやって生きててもいいじゃないかってすごい、はい、始まってるんですよね、はい、だから何もその誤読かもしれないけれど、そうやって展開するのも一つあるじゃないですかってみんな言うんですけど、日本ではそういう思考はやっぱりないですか？僕個人的にそうだと僕は思います。僕は少なくとも翻訳っていう点で言えば、なるべくそういった中立的にどういう可能性で読めるようなものを選ばなきゃいけないっていうのはっていう観点から僕こういうふうに言ったんですけど、ある意味でそれこそドレイファスに象徴的ですけど、そういった誤読はまあハイデガーから離れてるけども、ある意味でそれは一つ有益なものはまたそれはまた別にある可能性もありますし、例えば僕がちょっと今回あまり議論できない最後の単なる訳語を超えて自分の支度の語彙としてした場合って、結局そこにはそもそものハイデガーの語彙の使い方と全然違う使い方するんですね。例えば久喜修造は、僕中で書いたんですけど、ダーザインの現存在っていうのを動詞的に使ったりするんですよね。現存在するとかっていう、なかなか現存在するっていうふうに言ったりも、まあそういうことです。エトク、フェアステンドニス、フェアステーンっていうのは完全に彼の言葉のように、僕はちょっとハイデガーの文脈はだいぶ離れて、ちょっと使っているところがあると思って、それはある意味でズレが絶対やっぱりそれは翻訳でも全部あると思うんですけど、それはそれで有益なものはあると思うんですけど、やっぱり一つの翻訳としてさ、まあ、最初の一時テクストとしてとすると、なるべく中立的なものを目指すのがまあベストというかベッサー、ベターというのかなっていうのが、はい、今回の発表でちょっと、はい、時間が限られてるので、最初に言ってたんじゃ短くいいですか？質問。最後に言うんですね。あ、質問の方がいいですか？短く。あ、わかりました。簡単に教えていただきたいのが一つと、はい、質問が一個っていう話なんですけど、10ページのところで、はい、2つの優先な孤独という話で、はい、上のところでこの解釈の違い、東京を拠点とする哲学者と京都の哲学者が、はい、それでこれまでの指導シーンは、その東京拠点とする哲学者にこういう2つの優先な孤独が出てきた背景といったものって、何かこう、京都との対立関係とか、そういったものがあって、なんか東京の方ではこういう2つの見え方が、はい、あなたが単に教えていただきたい。ありがとうございます。ここ質問させていただきたいのは、はい、そのフェーズが2つあると思って、訳語を作るというのと、はい、訳語を活用するというのが、はい、重なっているような形でお話しされているかなと思うんですけど、はい、自らの施策を展開する語彙の獲得の過程というところで、はい、その訳というところで、おっしゃっている通り、その訳語を作るときに、なんていうか、ミスリーディングな訳というのは語訳だろうというのは、おっしゃる通りかなって思うんですけど、はい、今回 の, そのもう一つ の, 軸になっている訳語をその活用していくという、はい、ところにおいて、例えばそのダーザインとそのエクシステンスの幻想在実存といったものの訳を使いつつ、はい、でもある種やっぱり人間学的にザイントツアイトを読むみたいな、そういった話はやはり語訳としてカウントされるとお考えかどうかという、なるほど、はい、すみません、ありがとうございます。簡単に答えさせていただきます。まず一つ目、そうですね、ここは完全に括弧にしたのは僕の仮説というか、まだあれなんですけど、基本的に生存の訳語を使っているのは、本当に東京系の人、最初の児玉達郎さんは、駒澤大学、寺島実人が実はちょっとこの人ちょっと情報がなさすぎてどっか東京系の教えてたらしいんですけど、で紀藤英一さんは、東大出身で、その後いろいろ九州の方とかに行ってるんですけど、基本的にこの東京で活躍されてた。で一方で久喜だったりは、久喜も東大出身ですけど、みんな京都の方で、その久喜が批判した岡野とかみんな京都の方でやってる人たちが現存在っていう風に、ある意味一つこうコントラストが、今回の調査でちょっと見えてきたので、少しちょっと言及したというところがまずです。その背景っていうのはちょっともうちょっと調査が必要かもしれないです。で2つ目なんですけど、そうですね、2つの柱がくっつくっていうのは、まさしくその当時の僕のこれは完全に印象です、印象ですけど、空気にしても、みんな
ハイデガーの哲学、まあ、性の哲学を持ってきました、紹介しました、終わりではなくて、なんかそれをやりつつ、そのハイデガーと共に哲学をしているようなイメージがすごいあるんですよ。少なくとも今よりは、今の時代よりはすごいあるっていうところで言うと、やっぱり彼らが翻訳っていう作業をするのと、彼らがその訳を使うっていうところがもうちょっと密接にくっついているような印象を当時の哲学者の議論から僕はすごい、読み取ってて、だからそれを使った上でずらすっていうのは、それは合同空かどうかっていうと難しいところなんですけど、ハイデガーを読むっていうところでは微妙なところはあると思います。ただそれを使った上でずらして使うって言ったら、それはどうなんですか、合同空ちょっと難しい、男さんが難しいとこかもしれない、すいません。もしあったら後でまた彼、はい、の役を活用するというところ、はい、このパラグラフのところが私は大変興味を持って伺ったんですけど、はい、11ページの終わりのところに翻訳された哲学というのは、結局は日本語を離れてしまって、はい、日本語のコンテストから離れることはできない。でこのところがちょっと私にはもうちょっと説明が欲しいところで、あ、そうそう、はい、日本語を離れてしまうと言っても、結局はもう観光になってるわけですよ。そうですね。だから離れるっていうのとはちょっと違うんじゃないかと。それから日本語自体もその訳されるという行為を通して、日本語自体すでにもう影響を受けているということになると思うんですね。ちょっとこのプラグラフはもう少し私としては展開が欲しいなというところが、はい、活用するっていうことも実際どういうことを具体的にね、はい、すいません、ありがとうございます。ここのパラグラフは個人的にもうちょっと展開の余地がまだまだあって、まだまだちょっと考察していきたいところではあるんですけども、この佐藤信枝が言ってるところで言うと、まあ漢語に確かには、まあ、哲学用語は基本的に漢語に訳されるんですけど、多分彼が言いたいのは、ここで言いたいのは内容的なものですか、訳語としてあったとしても内容が結局文脈から離れてない、離れることができなくて、で、そうですね、ちょっといいですか、はい、ただ訳語をするときに一番肝心なのは文脈だと思うんです。そうですね、文脈から離れて、文脈はできないんですよ。文脈命だと思うんですね、訳語が生まれるときはね。でその後のことまで含めたお話なんじゃないかなと思うんですが、はい、ただちょっと私には分かります。あ、なるほど。佐藤信枝が特に言いたいのは、まあ、この文章の次のやっぱり哲学用語一人歩きを始めてるっていうところで、結局、まあ、ある意味翻訳としては翻訳したけど、もともとは西洋から持ってきた言葉で、それをが、なんていうか使い方の問題だと思うんですけども、それが、日本で哲学をするっていう際に、何か、それこそ佐藤が言ってるような思索と風土あるいは民族がこう反映されてなきゃいけないのに、なぜかこの言葉用語だけがただこうなんていうか表面的になんか表層的にやってるっていうところが、僕の理解では佐藤が一番言いたいところだと思うんですね。だから単なる表層的な訳語あるいは哲学用語じゃなくて、もっと風土、日本で日本語で哲学するっていうところで言ったら、そこをもっとつなげなきゃいけないだろうっていうのがあると思います。そこが、まあ、クキーはこれを読むって言わないですけど、クキーも多分同じようなことを思っているっていうのは少なくとも僕は思います。それですいません、大丈夫でしょうか。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。